えー、今日からですね、専門分野といって、ちょっとですね、気象予報士だから知ってるというような項目になりますので、ちょっと、えー、覚えることが多くなりますね。あのぜひしっかりあの覚えてください。 気象観測っていうふうに出しましたけれど、まずもうこれは天気予報の基本ですね。まず観測から始まります。えー、気象観測って言ってもですね、どんな観測、どんなことを観測しているのかっていうことで,ですね、いろいろあるんですね。地上気象観測、高層気象観測、ウィンドプロファイラー観測、レーダー気象観測、えー、気象衛星観測、海上気象観測と。 えー、もう、これはですね、目的とか気象要素何を観測したいのか、どういうふうに使いたいのか、みたいなことでですね、観測する高度も違いますし、えー、範囲も違いますし、分解能っていう、まあ、どれぐらいの目の、 つまり方ですね。どれぐらいの細かさで観測するかみたいなこともあの違ってきますね。まあ,あの、それぞれの観測システムの性能にもよりますけれども、えー、こんなふうにですね、いろんな形で気象を、いあらゆる角度でですねあの、現在の気象の状況、現在の大気の状況をいろいろ捉え、いろんな方面から捉えてるんですね。 で、この観測されたデータですけれども、はい、2日後にどうぞって言われても何も使えないんですね。すぐ、リアルタイムに送信されます。で、リアルタイムに送信されて、その使っ、そのデータを使って、 この気象解析、解析ですね。今、まさに大気の状態がどうなっているのかっていうことを解析したり、それから先ですね、どうなるかっていう予報資料のそのスタート地点です。予報資料として、えー、使われたりするっていうのが、これが基本です。さらに、えー、このデータを蓄えてですね、えー、統計資料を作ったりですとか、あとはこれ、えー、結構重要なことです。ネットワークを介してグローバルに利用とうーんいうことなんですね。 これは国際的に利用しましょうということなんです。っていうのはもう一般分野でもうすでに見てきたようにですね、日本のお天気やってるからって日本の空ばっかり見てても何も予報できないと。把握できないんですね。ですから、世界的にこのデータをですね、交換しなければいけないんですね。あの、大気の状態を把握するためには。だから、グローバルに利用しましょうと。 観測したデータは、えー、持ち寄って直ちにこうね、えー、共有しましょうということなんです。で、だじゃあ共有してボーンってはい、うちこれ観測しましたってボーンって投げてもですね混乱するだけなのでちょっと決めましょうということで観測の方法とか通報式ですね通報形式が世界気象機関 WMO っていうところがあるんですけれども決められてます。 えー、何時にこういう観測してくださいっていうあと観測の方法も、うん、決められてるということなんですね。こうやっててグローバルに利用されていますで今言ったその気象通報式ですけれども共有するためにはですね このデータ速やかに通報しそのデータをですね速やかに利用するためにはその伝聞がですねその後のこう処理とかう,うまいこと効率化を考慮して一定のフォーマットに従って通報されますいなんかねぐちゃぐちゃのフォーマットだとみんなこうその後どうやって処理していいのかわからないみたいなことになると困りますのでそれをフォーマットが決まってますよと これが、えー、気象の場合、気象通報式というふうにありますけれども、いろいろあるわけですね。ここに、えー、書いてある気象通報式っていうのはですね、うん、地上実況気象通報式とか、シノップとかって言ってますけれどもこ、これ以外にもありますね。これほんの一部でございます。こういうふうなものがですね、いろいろ、えー、あの観測したデータによって、こうねあの、通報式があるということなんですね。 ね、いろいろあるということを覚えておいてください。 でさらにその先ほど言った気象統計ですけれどもこの統計っていうのも大事でですね観測あの今日明日の予報のために、えー、観測っていうデータが使われてるだけじゃないんですねこの、えー、観測値を集計して平均値とか最高最低などのさまざまな加工処理を行った資料ってことです、えー、加工っていうのは別にデータに加工してるわけじゃないですねデータに加工してるんじゃなくて 例えば、こう、その日の最高気温だけをこう並べるとか、そういうこと、そういう細工です。そういう処理です。で、これはですね、注意報とか警報の基準値ですね。そういうのを決めたりするのに役立ちますし、あとは、まあ、研究ですよね。気象研究資料として利用することができます。で、じゃあ、統計の種類っていうのはどういうものがあるかと。まあ、値の種類と統計の期間と。 いうふうに分けられてますけれども、まあ、これも一例です、えー。テキストにはですね、あのー、覚えててほしいものをですね、全部書きましたけど、ここに書くとですね、見えないぐらいちっちゃくなっちゃいますので、ここには書きませんでした。テキストでちゃんと覚えておいてください。平均値、合計値、極値、順位値とかっていうのは、まあ、主にあるわけですけれども、まあ、例えば、ん、極値って言ったら、まあ、 聞いたことはあるとは思いますけど、ある期間内に記録された値の最高です。最高、もしくは最低です。最高値か最低値。最小値のことを極値って言います。じゃあ、その極値をどうやってまあ表すかっていうと、この統計期間を使って表すわけですね。ある時間の極値とか。 ある日の局地ある半純の局地ある月一月の局地とかっていう形でですね統計期間があるわけです。で、まあ、この期間も統計の期間もですねデータを扱う際の注意にもなりますけれどもこの例えば日1日ですね1日っていうのはだいい二24時間ですけれども当たり前ですけれども1日24時間の統計をとってます。 ねえー、っと24時間での局地っていうことになるわけですね、ここだった、極地だった場合は。で、ね、24時間の平均値とか出るわけですけれども、これ、日会、えー、日付が変わるところ、日会は24時が基本ですと。ところが、24時のじゃあ、観測データ、どうなるかっていうと、24時の観測データっていうのは、翌日の0時じゃなくて、当日の24時の記録となりますよと。 いうふうにあります、えー、例えば今日の24時に、えー、気温何度で出たらそれは、えー、今日の値なんですね今日の値であって明日の0時っていう扱いじゃないよっていう意味ですそういうちょっとねあの期間に関してもデータ扱いがちょっと難しいところがありますのでこういうのもですね、えー、ごちゃごちゃになりやすいので細かく、えー、覚えてくださいもうこれは覚えるしかない ところで,すでじゃあ実際にまず観測の項目の中の地上気象観測っていうところから見ていきます。で、ねえー、地上気象観測っていうのはですねここにありますように地表面付近での大気の状態を把握するために行う観測です。えー、全国約150か所の気象観測などで実施されています。 気象干渉、気象台測候所、あと特別地域気象観測所っていうのがありますね。まあ、ここにその内訳が書いてありますけれども、そういうところで地上気象観測っていうのは実施されています。えー、観測の項目ですが、気圧、気温、湿度、風光、風速、降水量、えー、積雪の深さ、降雪の深さ、日照時間、日射量、雲、指定、大気現象など。 気象観測を行っているもうたくさんの項目ですね、えー、観測を行ってますそんな中でもですねその雲とかして大気現象雨あられとかって言ったものはですね観測者が目視で、えー、観測者がいないとダメですね目視によって観測している項目ですそれ以外は、えー、地上気象観測装置観測装置がありますそれで自動的に観測を行っているんですね 自動的に観測を行うことができる項目は何個かありますので、その約90箇所、特別地域気象観測所っていうのはですね、自動観測のみ行っているところということなんですね。だから実際に人がこう一生懸命やってるのは60箇所ぐらいしかないんですけれども、これ、えー、その他は自動観測のみを行っているということなんですね。 で地上気象観測に関してですねそれぞれの観測項目ですけれどもどんなふうに観測されているのかっていうのを、えー、次回見ていきたいと思います。